さあ、女王子さんの拳で語る旅が始まりました。続きが全てを拳で解決するっていう、ね、男の中の男って感じがするけど、向こう側に行けばいいんだよね。こっちは行っても特に何もない。完全にベアグリルだもんな、もうこれ。そこら辺取った虫食って生き延びてるっていう。体力回復してる。マンバーサスワイルドだよ、これ。さてと。お、来たな。なんか強そうなやつ来たぞ。槍持ってっけど、なんか強そう。引かない、俺は引かない。よし、倒した。ジョージさんはね、一歩も引かないっていう。ちょっと飯食ってみっか。食った。チルってなんかうまそうに食ったぞ。やばい、これだったらもうこの時点でうわーってなってもう、あ、待って。毒とかないのかな、ムカデって食って。完全生で食ってるもんな。せめて焼こうよっていう。いいのかな、こっちで。よくわかんないけど。Left, right, right. うん、このタイミングね。難しいな。Left, right, right ちょっと難しいね、タイミングはね。最後の3発目のライトを出すタイミングは。ライトって敵に感知するのかな。待って、まずでもここにいるよね、その前に。That's gotta be the medicine. はあ、ただ向こうから敵が歩いてきてるからですよね。ちょっとスネーク攻撃できるだけやった方がいいのか。けるときこれでもバレるよね、多分ライトで光バレないの、目がないから光関係ないのか、ライトつけてたの。風じゃないよ、風じゃ。あーっちにも、あのね、あれ厄介なんだよね。あれはさすがにジョージさんでも苦戦するよね。槍使うか。ああいう敵はちょっと苦手なんだよね。いますよ、早速敵が目の前に。お、何これ、何使うの。あ、これ組み合わせればいいの。あ、これでスピアを作るって感じ。この敵は別でも正面から行っても勝てるもんね、別にね。吹っ飛んだ、吹き飛んだぞ。パンチで敵が吹き飛んだぞ。こっちの方がいけそうだけど、あ、なんかある。ちょっと待って、まず虫食っとくか。キャンビスロリアスだよね、まさか。笑っちゃうね、これも。なんかホラー感が全くないんだけど。おっと、でも敵やっぱ4足はちょっと怖いな。こっち行けばいいのかな。4足歩行のやつはちょっと怖いね。それ以外はなんか何で来ても倒せるよ、この人余裕で。槍よ、やっぱ4足のやつ、やっぱり槍使うか。向かってこられたらきついよね、やっぱりあれね。
すごい戦い方がなんか原始的な感じになったんだよね。こいつはちょっと厄介な。あ、こっち向いてんね、明らかにね。逆に言えばこっちはずっと向いてるってことは、裏取ればさ、ステルスいけるってことだよね、要するに。下が何もないもん。ちょっと裏取ってみるか。一応スピアを構えとこう。あー、これスニークいけんな。粉砕した。お、これよしよし。武器が原始的だな。こうやって殴られたら一発で俺昇天しそうだ。ここはこれだけか。じゃあ行くか。さじゃあいけない。一応なんかアイテムないかどうか見てくか。アイテムっていうかもう虫か。多分いるんだよね。これ足音聞こえるから。四足ちょっと嫌だな。四足嫌だったらまあ。ああ。気がついた。そういう感じで歩いてんのか。この敵もステルスでいけるかな。格闘ゲーになってきたぞ。これ別に上戻っても何もない。こっちの方って道なかったよね。なかったよね。これ扉じゃないもん。扉じゃない。ん？扉じゃない。ここは？とりあえず殴ってみる。ああ、どっち行けばいいんだろう。こっちとこっち。こっち順路っぽいな。ちょっとこっち行ってみようか。お、またスクラップ。ちょっと待ってね。コーヒーを一杯飲みたい。うん。まあ一応世界観はホラーなんだけど、なぜかこの人を操作してるとホラー感を感じないっていう。お、なんかある。お？下にも行ける。繋がれたけか。いや、こっち側に回ってきた。あー、2体来た。シャイヤー飛んでったぞ。アッパーで。あー来たね。でスタンプ使う。まだ生きてる。弾はいらないんだね、この人には。行くとさっきのとこかって考えたら、まあ順路はもうこっちで間違いないから、下を伝ってった場合どこに繋がってんだっていうのがちょっと気になるね。ちょっと下行ってみようか。じゃあこういったらどうなんだ。
ャンピオン。クリピドー、ユースオブブラックマジック。すごい。パワー。攻撃力 5% もアップする。あ、作れるんじゃない？あ、じゃあもう一個作れる。ああ持ってきた、ここに。なるほどね、こうつながってんのね。どっちから行った方がいいのかな。ここそうだもんね、うん、じゃあ行きますか。どっちから行っても一緒だと思うんだけど。おっ回復と、まあ、こういう人虫さえそこら中に虫がいるから、この人は回復には困らないんじゃないか。お、矢って何本まで持てるんだろうね。槍か、さっきからなんか矢って言ってしまうけど、槍って何本まで持てるんだろうねこの槍を投げる以外の攻撃手段としてこの人は使おうとは思わないのかな。ほら、なんかこの辺にいい感じの鉄パイプとか落ちてるよ。俺だったら絶対こういうのを持って戦うけどなこれなんか開けたりとかっていうのできる。絶対これ鉄パイプの方が強いと思うんだけど、槍よりね。えとりあえずまあこれ壊して中入ってここで回復を取ればいいのかな。他には特に何もなかったもんね。いきますか、まあ、ライフ、これは難しいんだよ。タイミングちょっと難しいこんなことは普通の人がやったらもう血だらけになりそうだよね、手が。その前に骨折れるか。お、待って、一回ちょっとセーブしとこうか。なかなかいい感じのペースでこれ来てるんじゃないので、これ持って、What? Oh, come on!対処方法がほんと脳筋だなしかもそれで This is it. Finally. 来た、また来た、ジャック。No. なにこれ、ジャック戦う感じ。来たー。Okay. やっぱ強い。うわ、やっぱ強い。やっぱこれじゃ結構きついな。OK! なんだ、プロレスみたいになってきた。レスリングかよこれなんかレスリングなんだけどやってること後ろ回ってもうカウンター取れちゃった。
たよね。あ、捕まれた。まずい、まずいぞこれ。どうし、一回下がろう。なんかいろいろ落ちてる。回復アイテムが落ちてる。強い。くらい。今週の一撃を。攻撃が止まらない。いや強いな、それにしても。なんだなんだなんだ、何が起こってんだ。回復もねえぞ。いける、フィニッシャー。 FPS が何が起こってるかよく分かんない。あんな子に行った。頭の整理が今につかんで、自分が一体今何のゲームをやってるんだっけっていう。完全にミュータント状態のジャックに素手で勝つっていうね。ちょっと回復アイテムいっぱい落ちてたんだねこれね。じゃあ虫でも食っとくか。他は得意ないかな。すごいね、なんかもうレスリングみたいになって、プロレスとレスリングをなんかやってたぞこの人たちは。投げてたよね、掴んで。バックドロップ、キックとかあんま使わないんだねこの人。ほんとパンチ、ドロップキックとかしたら絶対強そうだからね。ブラーッつって持ち上げて投げてたよね、完全にプロレスラーみたいな感じになってたけど途中から。最後の最後にとんでもないものを作ったね、カプコンさんは。バイオハザードのコンテンツ。木は持ってないから、で、ゾーイに渡してあげないと。でも優しいね、この人。常にゾーイのことを考えて。今行くぞ、ゾーイって。来た。持ってきた。大丈夫、ゾーイさん。まだ生きてる。うわ、どうすんだ。セーブしとく一回。でセーブしとこう。ゾウを追いかければいいのか、ボートに乗って追えばいいのかな。行きまーす。声が優しいね、この人すごい。あ、いる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 。いるよ、向こうにいるよ。まあ、ジャックにとってはゾーイは家族だからな。でもジャックって分かってない。消えた。これ俺は何も操作しなくて。
くなんか真面目なストーリーなんだけど、やってることはもう完全にギャグって感じ。It's gotta be up ahead. お。ジョージさんの旅はまだ続く。これ全部、おお。E タイプが感染したらこういう感じなんだ。貴重なタンパク源だからね。これワニ来るよね多分ね。ちょっと一応準備しとこうか。尽きてもいいよ。ここ一体どこなんだ。てかこれ全部ジョージさんの離れみたいな感じの、ジャックたちの、ジャックたちのやつ。これ家か。お、攻めてきる。あ、これってあのストーリーであった場所？なんかあったね、こんな感じの場所ね。さて、次は一回止めた方がいい？これ時間ちょうどいいから止めっか。